Gメカさん、存在が消えかけるも外伝やパラレル世界で活躍を見せ、現代にまで爪痕を残し続ける。Gアーマー、ブライト、そんなものはない。確か合ってないじゃないの、というセーラさんすこ。コアブースターのベニガンダム乗せようとしたらぶっ壊れたはずなのにククルスドアンで乗せたやつ。トニーがこれ描いた後にオリジン本編に乗せられるタイプのコアブースター出てきたのだ。乗る部分はグリッツ含めてちゃんとお立ち台が設定されてる。ククルスドアンの島版コアブースターはちゃんとお立ち台がブースター部分のみなので足も大丈夫なんじゃないかな。偵察機なのにザクがぶら下がっても余裕で飛べる偵察機も大概だけど、土台とかベースジャバーがいけるんだから G アーマーくらい余裕だと思う。飛行機と戦車を両方くっつけたようなデザインを考えた人のセンスはすごいと思う。ガンダムは1年戦争でもテレビ版と劇場版とオリジン版とサンボル版とエトセトラとパラレルワールドがたくさんあるのでややこしい。テレビ版だと G スカイイージーのコアファイター部分にガンダム乗ってるので、コアブースターにモビルスーツが乗れても別におかしくはなくない。となったククルスドアンの島はまあわからんでもない。なんかこのコアファイターでかくない？実際コアブロックとしていない分でかい。オリジンというかドアン版はコアポッド搭載って書いてあるから、こっちだな。ガンダムに入らないけど名前はコアファイターのままなのがややこしい。コアポッドはコアポッドで可愛くて好きにたようなのをノーマル宇宙世紀にも輸入してほしい。 G レコのコアファイターも可愛い。時代は可愛いだよ。クソデカコアファイター好き。かっこいいよな。爆撃機にとして作ったけどモビルスーツが乗っかっても別に問題ないくらいには、あの世界の航空機は頑丈。 G ファイターに高速形態なんて設定あったんか。ほぼ中身空っぽなのに飛べる水力とキャタピラ動力がある地球連邦脅威の技術力。 G パーツ B の箱の奥にロケットエンジンくらいは入りそうな空間があるし、左右のエンジンポットもある。キャタピラは車輪側がモーターになっている構造なのだろう。ジーブルは中に積んでるガンダムを電源にすれば走れるんじゃねえかなと思ったが、ジーブルイージーがいた。前後逆転しても動作する尾翼部分が地味に脅威のテクノロジー。エンジンは固定されていて周囲のダクトだけが回転しているのかもしれない。ジェットエンジンが割と長いので勘違いしがちだが、ロケットエンジンはモーターだけならこんなもんなのだ。これならダブルゼータの袖にも入る。もうジムより謎テクノロジーのこれ量産しろよ。0083とジョニカエリでも作られるようになったから。来たわよ。火力に関しては申し分ないよな。ガンダムをいろんな戦況で使い分けるためのオプションみたいな感じでアニメに出てたから、そんなにとんでもめかな印象は受けないのよね。戦闘メンバーに女の子を入れられたのはストーリー的にも大きいと思う。後半はムロ無双になるから仲間がカイとハヤトだけだとお話を盛り上げるの大変そうだしな。物語のキーパーソンのセイラさんと黒軍人のスレッカーさんが加入してようやくバランス取れる感じだわ。考えてみたらアムロが異常なだけでカイもハヤトもただの素人だもんな。初乗りから終戦まで3-4ヶ月って考えると十分すごいが、カイとかそのあたりの部隊ならエースパイロット級の撃墜数だと思うぞ。そりゃ戦後ホワイトベース隊のメンバーまとめて警戒の対象になるのも納得だよな。立体物に外れないと思う。 BB 戦士のも傑作らしい。 SD フルカラーデラックスの G ファイター同ラインナップのガンダムと合わせてスカイにもブルにもアーマーにもできる優れもの。通常のフルカラーのも可愛い。他映像作品でジムが G アーマー装備してるやつとか、少数部隊で戦後も細々と使われてたよくらいの塩梅がかなり好き。平行世界だけどびっくりしたやつ。結構頑張ってたの好きだよ。それはそれとして開幕吹き飛ばされる G アーマーパイロット役は嫌だな。ファイターってくらいだから戦闘機扱いなのかこいつ。モビルスーツもできたばかりの連邦軍に MA カテゴリーないから戦闘機扱い。未だにガンダムに合体サポートメカ出したがるのはいかか。パワーハックイベントとして分かりやすいからな。 G ガンとか師匠声を果たした後最終決戦で師匠のサポートメカ受け継いで出発するしな。戦闘機と合体するのだとダブルオーライザーもだね。下手にモビルスーツであたふたするより戦闘機の方がセイラさんのサポートが輝いたし良かったと思う。俺自身が G ファイターになることだ。
もろそうなキャノピーのコクピットを機体正面に貼り付けるのはやめたまえ。何もそんな、俺は軽い気持ちで。こいつも挟んでガンダムと合体する支援機で G ファイターオマージュよね。劇場版ではコアブスターにとって変わられたけど、ワンシーンだけ出てるので黒歴史ではない。というか今はバリエーションも増えてそれらも運用されてたことになってるし、全然黒歴史な兵器ではないしな。ガンダム以外のコンテナとかを挟んで別用途で運用するのはありだと思うんだがな。 MSV-R でそれやった。それは武装を外付けにしてるだけで中は空のまんまでは。強襲揚陸型は兵員輸送コンテナだし、爆撃型は爆弾と燃料詰めたコンテナで、宇宙型はウェポンベイになってるよ。普通のこと言うけど飛べるなら戦車形態いらないよね。戦況に応じて水中以外の環境下でガンダム及びコアファイターとドッキングして運用するための支援兵器だから、むなし飛べればそれだけでいいというわけではない。支援メカは正義。もうガンダムを飛行機みたいな形に変形させましょう。スペース X の技術進歩見てると機体が飛びながら真っ二つに割れて中から機体出して再合体可能って、現代視点なら技術的には絵空ごとでもないのでは。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。